枝に寝転んで待ってる。下敷きになるの、早く楽にしてくれ。もう疲れた、どれだけ歩いたのか。どの時間を捧げても帰ってくるのはやりがいのみ。むしろそれすらないと今この時点で気づいてる。まるでカルト教団となれば誰かが機嫌を取るだろうよ。俺の父ネタは兄貴が来る。弟分は全て横取り。誰のために働く、この人生は誰が主人公か。早く逃げ出しちゃえ、でも誰も拾ってはくれない。10月ブラック企業に就職したが、最後全て時間が搾取される。全てがうさんくせえ、誰の思想も許してはいない。世の中の流れは見えるという勘違い。使い古す踏みにじった人間性はもう役立たない。しかと決め込む時間の無駄、バッサリ切り捨て針の涙。さよなら皆さん、一身上の都合、お前の顔はもう見たくない。札束で旗、口だけ大きい。それの時代にはたくさんの死体。